こんにちは、ブルーホースです。デトロイト、続きやります。編集さんに、その結末、引くわーって言われちゃったんでね。と言いつつも、今の辿ってるルートだと、もう、なんていうんですかね、2周目辿ってったルートで行くと、逃れられない運命ばっかりだっていうところなので、要は闇落ちしかないっていうことなんで、まあ、ある程度ちょっとその情報聞いたんで、ちょこちょこいじりながらやっていく部分と、この交わる運命のところとかね。で、まあ、コナーが、要は、アンドロイドのままでいるか、自我に目覚めるかどうかっていうところもあったりとか、ただ、まあ、そのままじゃなくてできないルートもあるよっていうことだったんで、とりあえず、前回のパートで、まあ、前々回になるのかなのパートで、マーカスとコナーどっちで戦うみたいな話になった時に、そう、コナーを選びましたよね。でそこを今回はマーカスを選んでやっていくというパートでやっていきたいなというふうに思います。だから、ちょっと待ってね。運命のコナーサイバーライフじゃなくて、でもなくて、カーラリコールセンターでもなくて、マーカスの、革命、そうそうそう。で、交わる運命、こっから先、この間は、ジョッシュが、マーカスの腕で、まあだから、ここら辺から、いろいろと変わっていく形になるんで、で、最後、前回のパートでどうなったかというと、第5コールで最後の雰囲気を仕掛けたところにマーカスが爆発にやられた上でコナーがマーカスを見つけるというところだったんですね。で、ここで最後、コナーが革命を阻止した。つまり、マーカスの額をぶち抜いたっていうところで終わりましたんで、ここをやった上で、ここをマーカス操作した上で、ちょっとまた別ルートをたどる運命を、ちょっと若干チャートで操作をして、で、まだやれてないね、なんだろう、ルートを皆さん辿っていきたいなというふうに思います。ただ、言われたのが、これよりもえぐいエンディングあるよって言われてですね、あれこんなに全員がダークサイドに落ちていくエンディング以外にも、まだやばいやつがあるんだって、もうダークサイドをね、闇落ち以上の闇落ちって何なんだろうなって言っても、もう漆黒か暗黒か、もうなんかブラックホールに落ちていくみたいな、そんな落ちなのかな。ね、まあ、まだデトロイトは終わらねえっていうことでね。俺のデトロイトは終わらねえ。The situation is escalating towards civil war in Detroit. With our armed forces preparing to put down the android rebellion. They seem to be headed towards the camps where the androids have been interned, pending destruction. Soldiers have taken up positions around the Heart Plaza camp. Authorities seem to be expecting a confrontation with the rebel androids here at any time.あ、違うな。もうここから始まるんだ。じゃあ、早速、やっていこうではないか。バイロン全員、心の準備はできてたもれ。ただ、ね、自由な暮らし。自由な暮らし。行くぞ。3、2、1、ゴーショーダチャー銃を持ってるのと持ってないのと分かれてるみたいな。さあ、急にいくぞ。すっ。そう。で、立て直してる。かつても、そう、負けてる。だからこそ遠慮なく行こう。くしゃみが出そう。やばい。くしゃみが出そう。やばい。拍手したらバレる。場所？今のうち移動する。でもここでもジョッシュはもうすでに撃たれてるから、やばい、味方もやられちゃう。さて、ジョッシュは、もうここでもジョッシュね、残念ながらね、死んでるんで、助ける暇はないんですよ。おかく、間違えた、やばい。さっきからボタン間違えた。だが勝つ。アンドロイドが死亡。
マーカス死にたくない。いやこの時に死にたくない。じゃあもう今日は帰っていいよ。また明日いろ。じゃあ終わるまで隠れてなさい。はい、バイバイ。あ、いいの。でもやっぱりね、なんかそんなオチな気がした。踊り方を下手くそかった。で、グレネードが使える。オッケー。じゃあグレネードこういう。いやー今進めないね。じゃあどうしたらいい。左に移動。あ、こっちはいけるんだな。おお、グレネードを使う前にやられちゃった。左に味方いる。頼む。サンキュー。今のうちに。リコールセンター。なんかリコールセンターってあれだね、なんか収容所のことだったんでね、全然知らないでプレイしたんだけど。狙う。チェキ。ボン、ボン、オッケー。打ち方はなんかあれだね、バイオハザードと同じだね。なんとなくなる。うわ、やばい、鼻が詰まって、また鼻がむずむずした。くしゃみが出そう。やばい、またな。何してもう構わない。一応帰る。どうはできない。じゃあ、申し訳ないけどできない。すっか高すぎる。じゃあ、もう一回近寄ろう。援護射撃。わからん。よし、オッケー。なのちかっこいい。ああ、でも味方やられて、どんどん味方やられてくれ。あいつをぶちのめすしかない。おー、いい進み方。これはでもなんか前回パートみたいな攻撃を仕掛ける。援護射撃、援護射撃をしてもらって、他にはあっちもか。じゃあこっちも援護射撃。オッケー、じゃあ攻撃しよう。よし、いやー撃てないのかよ。うわー、下手くそだ。指示の出し方下手くそだ。じゃあどうするの。攻撃、全部隊の攻撃。急に勝率が上がったね。これで進めない。やつらマシンガンで手当たりしたい。だが関係ないね、そんな。さて、前回ここでノースちゃんをやっちゃってたので、こっちは援護射撃で、こっちも突撃。 OK、 じゃあ行け。そうだ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 。うわー、なんかごっつい武器持ってんな。じゃあ援護射撃、援護射撃、突撃、配置について攻撃。よし、ギャーッと弱い、超弱い。やばい、もうダメじゃん。じゃあ突撃、全体突撃大ターン突撃。おー、もうこれダメじゃね。 0% になってるじゃん。ワックスおしまいだ。今すぐここから逃げないと。あ、もはやあれだね、コナン戦うことすらもできないような状況になってるね。あら、ダメだ。あれ、ジェリコ急に、あら、いやー撃たれたけどどうなるか。あ、逃げる。結局コナーとの対決はごめんなさい、たどり着けなかったね、そもそも。まあなんか全然違うルート行けたっぽいんで、さあリーダーを取り囲む残りの人間、あ、残りの人間違うな。そっか、あ、サイバーライフ社にたどり着くんだ。あ、そこにやってきたこの、やっぱり戦うんだね。最後の始末はあなたがつけなさい、コナーっていうところか。あ、ここでどっちを操作するって出るか、まさか。人間の勝ちだ。仲間はみんな死んだ。Go ahead.やれよ。俺を殺しても何も変わりはしないさ。僕の任務は変異体の指導者の破壊だ。失敗はプログラムにないんだよ。そうか。夢をかけて戦い、負けた。
But nobody can stem the tide. だけど歴史を止めることはできない。One day we will prevail. 俺たちは勝つ。Thousands of our people died today. 何千もの仲間が死んでいった。What difference does one make? もう一人増えるだけだろ。じゃあやっぱりここまで来たら見逃しちゃおうかな。マンタの評価だだ下がりやな。まあこれがね、あの決定的に RK800 から RK900 に変わる。じゃあここまで来たらこうするでしょ。おお、すごいことになってる。やらなかったから。これはここにいる人間たちも一気にやられるのかな。あ、違うわ。これでマーカスも巻き込まれるのか。でもここまで来たらそうなるしかないよ。たった今デトロイトで爆発がありました。原因は今のところ不明ですが、情報が寄せられている情報は見つかるのにばかりに、現時点での爆発式な発表は一切ありません。デトロイト南部で爆発がありました。犠牲者の数は増えず、爆発は現在デトロイト市で脱出したアンドロイドの反乱に関与している。化学兵器が使用されたようです。なるほど。まあ、盗まれた人間が問題だからね。実化学兵器だと数十キロの範囲が地上に落ちるでしょう。デトロイトがたった今、アンドロイド反乱軍を手に入れました。でも生き残ってるのは、マーカスだけになるでしょ。本日、変異体がデトロイトで化学兵器を起爆しました。僕の爆発に現在中、あ、化学兵器だから、なるほど、その、なんか汚染物質的なやつが垂れ流れてしまって、そういう落ちになるのか。うわー、これはこれで、ちょっと。我が国の手に落ちたのです。敵じゃないけどね。自分たちで作り出したんだけどね。うん、デトロイトを我々の敵との敵の根絶やしにすると。まあ10年先ってことはあなたはもう任期終わってるけどね。仮にこれが今年1年目だとして2期続くと8年で終わりですからね。うん、勝利なくば我々人類の破滅につながる戦いです。なるほど、これがもしマーカスが生き延びていてまた暗躍したとしたらいいわけだね。あ、ちなみにすいません、ちょっと思いっきりカットしちゃったんですが、2周目の最後終わりはアリスと2人と共に犠牲になるっていう、犠牲になってしまうっていうことだったんですが、今回はちょっとアリスちゃんのパートを挟んで、アリスじゃないカーラをキャラだけを犠牲にするオチにしましたんで、今ちょっとこのシーンが映っているっていうところですね。この後のマーカスどうなるんだろうな。またその撃ったオチとか爆発させなかったオチとかがどうなるかっていうのが気になるんですが、まあ、ちょっと謎に包まれたねマーカスその後っていうところは以上というところでございますね。こっから先はまたあれかな、誰もエンディングシーンになりましたんで、一旦ここでこのパートは終了したいと思います。もしこの続きなんかね、ちょっと見たことないシーンがあるようだったら、またあるかもしれないですけど、そこはまあ再生時間でさせてください。ということで一旦ここで終了です。バイチャー。